はい、エミアンです、えー。チェンマイのお昼、またね、発見しました。新しくできた日本の食堂でございます。こちらはね、えー、丼物を中心として69、69バー五59バー六69バー七75バーツとかで、カレーライス、ね、トンカツ、カツ丼とかね、えー、照り焼きなんちゃとか、あとスパゲッティとかってのもね、裏のメニューにあったりしつつ、カルボラーナもあったかな。 あと、コーリアンの、えー、韓国の辛い鶏の、えー、ご飯もの親子丼なんかもあったりして、えー、で、またこちらの動画では質問に答えつつ、えー、カレーライスを食べつつ、みたいなことになるのかな。えー、ですが、その前に訂正しておかなければいけません。全 前々回がちょっと前にお手伝いさんの私生活をね、ちょっと動画にさせて、コートで説明させてもらったんですわね。その時に、えー、昔名本村っていう地帯から来た3人組のお手伝いさんがうんちゃらかんちゃら、あれはいいんですけど、その前に今現在うちで住み込みしているお手伝いさんのその給料はいくらですかみたいなね、えー、ところから始まったんですけど、せっかく質問をもらって、そこに答えたはずなんですけど、 えー、間違ってました。ごめんなさい。えっ、ー、と、2万5千円ぐらいで、3500バーツぐらいですよ。月にね。m やん3万5千とかって言っちゃってた気がするね。ごめんなさい。えーね、ヘロイ言ってたんで。すいませんね,ね。すみません。2万、見てくれてるかなえ、質問者の方。えー 7500バーツです。ね、えー。すいません。3万5000バーツじゃございませんよってね。はいはい。えー、こういうね、家の一部を改築して、えー、キッチンにして、こういうことが、さっとできるから、チェンマイとかっていいよね。これ住宅地です。ね。んで、この左側に、本来自分たちが住んでいるあであろう、えー、お家があって、えー、その横をちょっとね、カチャカチャカチャってこう、ね、トタン屋根とかね、えー 改築して、増築して、キッチンを作ったんですよね。日本だったら絶対審査降りないよねあの。保健所とか区役所のね。うん、このね、パパパッと回転できるあのポップさがいいよね。うん、あと、エミヤンだけかな。なんかやけにこう、ホーリーに感じる神聖な気持ちになるんだよね。 この、掘ったてごやつがさ、ね、ささっと作りましたよっていうね、そこに何かこう、ね、語るべき物語が存在していそうで、これ、ヨーロッパでやると多分すげえ叱るの切ったねえなとか、うん。で、エミアンもやったことあるんだよね。で全然脚光で、うん。エミアン、エミアンっていう外人がこれやると、お前ちゃんとやれよって感じになるんだけど、タイ人のおっちゃんとかが家を改築して、ポッてやると、おお、やってきたねみたいなね。うん。あんた日本食作れんだ、みたいな、ね。そういうことになって、 で,で出てくるカレーライスはこんな感じねあの中心に3つの、えー、人参をね配置さしてこれ結構考えてるよだってとんかつの上にあれカツカレーでしょとんかつの上に1個人参が置いてくから何かこう意味があるんだろうね、うん、フリーメイソンなのかな何かあるんだよねここをこうないがしろにせずにはい カレーのルーが光ってます。太陽を反射します。そういうルー少ないよ。ね。じゃ、シャバシャバなのかっつったら、確かにそういう節もあるけど美味しかった。濃厚ですかって聞かれると違いますって答えざるを得ないんだけど、美味しいですかって聞かれると、うまい、美味しいっすね。頑張ってます。なんかこう、日本愛を感じる。日本はこうなんだよね、とかつってで。なんかやってる。なんかやってくれた。うん。 何時間が煮込んだとか、なんかちょっと、読み屋には刺し切れない、彼なりの何かが見えるよね。わからないのがいいよね。分かっちゃうと、あー、みたいなね。あの、あれやったんだなみたいな。で、かんないのがいいんだよね。うん。隠し味とかですね。何入れたか分かってないからいいけど、分かっちゃったらもうそれは隠されてないからですから。うん、で、これ確かんだっけ ?59 バースか69バース、安々っていうね。安いって言っちゃ悪いんだけどね。あの、 タイ人の、タイの方がいつも食っているラーメンとかはもう少し安いわけだから。ねうん、美味しいですよ。ね、すごく美味しいですよ。うん、で、他の質問にも答えていきますと、えコメントに答えさせてもらうと、エ、え、ム、ー、ヤンの動画本編よりもコメント欄の方が面白いですよねってね。うん、あれ何なんですかってね。そうそう。エムヤンには何人かの、あの、喫水のアンチと、 あと、ね、純アンチとね、あの、ぐらついてる。俺、アンチなのかなあの、肯定派なのかよくわかんねえっていうね。あの、あともう、今は肯定派だけど、いずれ絶対アンチになるってね、アンチ予備軍とその3段階って、うん、戦ってるのはその3人でね。完全な肯定派と、完全なアンチが戦うってことはないんですよね。ぐ、う、ら、ん、ついてる人間同士が戦う。ね、あれ俺アンチかなみたいな。おめえアンチだよ、みたいなね。 うん、絶対アンチだ。いや、俺アンチじゃねえと思うけどな。いや、おめえアンチだって。自分でわかんねえのか、みたいなね。うん、じゃあ、そうなの、そうでいいです、みたいなね。そういう戦いがあったりして、それが面白いってね。うん、それを発見してくれればいいんだけど、あの、昔の動画にコメントされると、そのもう誰も古い動画なんか見ないわけだから、そこで、アンチの人たちのね、あの、本気のアンチの人たちって、やっぱ、エミアンには、エミアンを懲らしめたいけど、多くの人に、 コメントを見られるのが少し嫌なのかもね。だ厳しいことは過去の動画に書くんだよね。うん。それはもったいねえよ。勇気を出して一番新しい最新の動画に書いてくださいってね。そうすると、アンチ予備軍の人たちが叩きに行きますから。ね。俺はアンチになりたくても、一生懸命我慢したのに、お前はなっちまったみたいなね。うん。ドラッグ、昔はドラッグやってたけど、一生懸命やめてるみたいなね。そういう人たちがね、ドラッグ今やってる人を叩くみたいなね。 そういう清原構造にちゃんと乗っかれるように最新の動画にお願いします。はい、カツ丼も頼みました。カツカレーにカツ丼です。あいつカツ好きなんだなってね。で、その二つを通した率直な感想として、今あるもので限界まで頑張ってくれたなっていうね。まあ、日本人は来たぞということでね。 かなりこうね、ね、えー、プレッシャーもかかったと思う中で、よくやってくれました。ありがとうございます。娘さんもね、期待してる。パパのカレーね、どうなんだろう。実際多分ここ日本人が来るってことはないと思う。住宅地の奥の奥だから。で、親戚のおばあちゃんとかお母さんとかいる中で、多分 m ムヤンがここで何を言うかで、随分変わると思うんだね。今夜の家庭のね、雰囲気が。ちゃんとやんないとね。うん わかんないかね。どんだけ強い思い入れを持って日本食をオープンさせたかってね。今はつないかもしれませんけど、作りとしてはね。うん、でもね、未来がありますから。やったパパのカレーは日本一って、ね、そういう風に娘さんが言ってくれるかどうかは M 屋のリアクションにかかってますよね。うん、お母さんがね、泣くぐらい、うん。うちの息子やっぱすごい息子だってね。それは M 屋のリアクション次第ですよね。頑張りましょうあ、このバイク良かったね。色がね。